Yeah.
正式ファッションショーのステージいかがでしたでしょうか。ステージに出るまではすごく緊張していて、すごい今までで一番っていうぐらい緊張してたんですけど、いざステージに立ってみると緊張もほどけて、あの先生とかにリハーサルの時に教えてもらったウォーキングの歩き方をこう頭で考えながら、あの私なりに上手に歩けたと思ったので良かったです。ありがとうございます。それではマイブームハマっていることなどありますか。私は最近タピオカを飲むことにハマってて、いろいろなタピオカのお店を巡ることにハマってます。ありがとうございます。学校で流行ってることとかありますか。学校で流行ってることは TikTok のダンスを踊ることが流行ってて、みんなで踊ってます。山内さんも発信されたりはよくしてるんですか。はい、最近 TikTok を始めたのでどんどん上げていこうと思います。ありがとうございます。それでは今後のご自身の活動の告知などありましたらお願いします。はい、まずは私は今ニコプチっていうファッション雑誌の専属モデルをさせていただいているので、そのニコプチを4月で卒業するので、卒業までにまた表紙を飾らせていただけるように頑張ることと、いつか東京ガールズコレクションなどの大きなステージにモデルさんとして立てるように頑張ります。ありがとうございます。好みのイメージモデルとして1年間好みの制服の可愛さを皆さんに伝えられるように頑張るので応援よろしくお願いします。